結婚の決め手は別にないの。十数人だと思います。はい、10から35の間です職業は動画クリエイターっていうのかな、インフルエンサー兼モデルをやっています。はい、動画クリエイター兼執筆活動をやってます。はい、お互いが初めて会った時の第一印象覚えてねいつ会ったんだ。この間ですね、9月1日になんとカカシマイが結成3周年を迎えました。ありがとうございます。2人で活動し始めて3周年。あ、そうです。カカシマイ始まったのはもっと後、2年とかだよね。まだ2年経ってるのか、経ってないぐらいだよね多分ね。うん、キラキラキラ、うそ。カカシマイのかすみとせーのです。お願いします。カカシマイのお客さんツアー、イエーイ。はい、すごいなんか耳にくるね。うん、またちょっと基本情報からカカシマイのことを知っていただけたらなと思います。それではレッツラゴー。名前はかすみです。せーのです。年齢は27です。28になりました。おめでとう。ありがとう。誕生日は1997年1月10日生まれです。1996年8月14日生まれです。身長は164センチ縮みました。165センチ伸びました。血液型は O 型です。 AB 型です。はい、出身地東京都生まれ神奈川県育ち。私熊本県生まれ東京都不動地。はい、MBTI は ABCD ってことにしてるんですけど、昔一緒にやった時に主人公でした。でした。はい、私は INFP の仲介者でした。好きなアーティストは、アーティスト私いる、にしようかな。あやかでもいい。あ、でもあやか、あと吉田山田さんとか好きかも。あ、日々って曲がすごく好きです。はいはいはい、めいちゃん。学歴は明治大学農学部食料環境経済学科卒業。わあ、経済って少ない。そうだよ、そうなんだ。私立教大学経営学部、はい、経学科。職業は動画クリエイターっていうのかな、インフルエンサー兼モデルをやっています。はい、動画クリエイター兼執筆活動をやってます。はい、職歴は私は社会人1年目で大手メーカーに勤め、いらっしゃいませ片言をやり、経験して2社目に、うん、まあ、大手美容外科に勤め、うん、今3個目の職業が今の職業です。はい、はい、私は、大学卒業後ずっとフリーランスでコーチングやったり、うん、なんかイベントやったり、素晴らしい、してたところから今です。なんで今の職業に就こうと思ったんですか。もともとそのセーナに誘われたっていうのが一番大きな出来事だったんですけど、そこから決断しちゃったんだよね。決断しちゃったんだよね。で、なんか突然会社を辞めてました。あの、収入がゼロがいっぱい続きましたよ。続きました。すごい決断だったと思います。すごい決断でした。はい、でもずっと有名になりたいって言ってて、うんうん、就活してるのになんかステージに立ちたいって言ってる矛盾を抱えてたので就活を惨敗したんですが、それでまあ独立することになって、でかすみとがあのコロナで留学に行けなくなったのがきっかけで一緒にやりたいなと思って私から声をかけました。休日何してますか。最近は本当に寝てます。私は割とアクティブな人なので、そうだね、そう、基本外に出てサイクリングしたりとかドライブしたりとかはあるし、友達と会ったりはしてました。筋トレとかしたり、今は寝てます。私は最近は筋トレと小説書くのと2つしてます。趣味 UFO キャッチャー。あー、うん、そうだそうだ、趣味 UFO キャッチャー。あとお料理、最近料理だ。そう、料理がすごく上達しました最近は。素晴らしい。最近作った得意料理、昨日はすごいささっとライブしながらそばの漬け汁を作って、でもそういうのもささっと作れるようになったし、何もレシピとか見ないで。あ、素晴らしい。自分で創作できるの。創作できるの。そう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 、いろいろ混ぜて、あ、これはなんかもうちょっと鰹節から取った方がいいなとか、なんかそういうのができるようになりました。素晴らしいです。図書館に行ってます。あ、いいですね。座右の銘は100人に会いたいと言われるより100回会いたいと言われる女性になる。私はずっと座右の銘にしてるのが優秀感っていう言葉をなんかずっと、はいはいはい、受験の時になんか聖の座右の銘ずっとちょっとつ申しんかと思って。違います。当時のファイルに書いたかも。え、かっこよ。なんか書いたじゃん、なんかさ、あった紙に決意表明みたいな、周りピンクの紙に書いたやつみたいなみたいな、それでファイルに挟んどくみたいなやつだった。好きなタイプは、好きなタイプ、ひげがない人。あ、悲しむぞ。確かに私の3はあります。好きなタイプは、私は塩顔が好きです。はい、
最近嬉しかったことはパッと思いついたのが、うん、あのシンガポールに行ってたんだけど、はいはいはい、その時に飛行機の中であの旦那さんとキャリアテンダントさんが「寝るんですか?」みたいな言い方をしてて、はい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 、あ、なんか彼女の誕生日旅行なんですみたいな言って、うん、それだけなのにサプライズケーキみたいなのを用意してくださって CA さんたちが2人ともめっちゃ嬉しかったです。素晴らしい。私はなんかそんなたくさんお出かけを最近してないのはあれなんですけど、なんか夜中とかにお腹が空いて、まあ、気持ち悪くなって起きることが多々あるんですね。で深夜2時とかに本当にどうしてもパスタが食べたいみたいな、しかもパスタ限定、はい、パスタだけ、そう、なんか本当にたらこパスタ限定みたいな時とかになんか旦那さんがわざわざ買いに行ってくれたりとか作って一緒にこう食べてくれる。一緒に食べてくれるの？だから太神あっちもっていうのがすごい、そう、神だと思って嬉しいなって思いました。初めのシーンで太っちゃうよとか言ってんのも、でもそれもさ嫌がってないでさ、愛を感じる、愛を感じますね。素敵、はい、嬉しかったです。以外と被ったことありますか？ないです。タイプ全然違う、全然違うんで。ナノさんとは何個差ですか？私は1個差です。私は4個差です。結婚の決め手？結婚の決め手は別にないの。なんかいろんな要因があの決め手っていう感じなのかもしれないけど、うん、別にこれっていうのはないです。まあ、この人はずっと味方でいてくれるだろうなっていうすごい安心感があって。素敵。兄弟構成は1個上にお姉ちゃんがいます。私は4個下に弟がいます。好きな食べ物は？うどん。あ、自分の作ったうどん。あ、自分の作ったうどんね、うん、私は食感があるものが好きです。全部じゃない。嫌いな食べ物は？アーモンドチョコ。アーモンドとトチョコを合体しないでほしい。甘い方のムースが苦手です。しょっぱいムースってあるの？あの、あるじゃなくて、こうするよりだから。ああ、そういうことね。はいはいはい、はい。ブロッコリーのムースですね。はいはいはい、はい。好き。結婚してますか？はい。妊娠してますか？してないです。してます。他にはありましたか？ないです。だいぶありました。他の人見てると多分別になんかそんなめちゃくちゃ重い方じゃないのかなとか思って。中度ぐらい？そう、多分中だと思う。でもそれでも辛かった。辛そうでした。本当に辛かったですね。また別に動画撮ります。はい。妊娠して一番変わったことは？でも普通に動けなくなったから、あ、体調も含め体力も含め、はいはい、だからマジで大人になった。全て体も大人になったし、あと考え方も割と落ち着いたと思うんだよね。私なんか態度的な話も、体に伴ってんだね。そう、なんか落ち着いて、私は母になるから、まあ、母になるからこうならなきゃいけないっていうのはないんだけど、うん、なんかこうこの子を守らなきゃいけないっていう意味のなんか大人な意識が芽生え始めた。遅いんだけど生まれたらもっと変わると思うんだよね、本当に。戻りまして、はい、元からの人数は5から10の間です。そんな多くないですけど、今すぐパパパって分かんないんですけど、5から10の間です。十数人やってます。はい、10から35の間です。十数人です。11、2、3、4、5。学生時代の部活は？部活は中高がソフトテニス部で、大学がテコンドー部入ってました。中学ダンス部、高校手芸部です。はい、何時に起きますか？めちゃくちゃ遅いですね。あ、でも9時半とかがデフォかも。あ、でもね、何もない時はリアル11時ぐらいに起きます。おー、うん、私も9時ぐらいがベースで、うん、早ければ8時台の時もあるしよって感じです。普通です。そうです。睡眠時間は？6時間は絶対寝る。なんなら6時間は少ない方で、うん、7、8時間は寝てるかな。私も8時間絶対寝る。あ、寝てたわ。お互いの初めて会った時の第一印象覚えてねー。いつ会ったんだ？テーナと初めて会ったのはその高校2年生だと思ってるんですけど、うんうんうん、高校2年生の時に会った時は細くて本当にもやしちゃんみたいな。あの、これは悪口とかじゃなくて本当に細かったの。事実。そう、喋れる子じゃなかったのね。すごい寡黙な子だったから、まあね、うん、なんかもうすごい私とは違う世界の子だなって思った。そう、うん、多分タイプが本当に真逆だなって思いました。私もかすみを初めて見たときは人気者の子だなって思いました。お互いの好きなところ？せいなは何事もこうやり抜くところがすごく好きで、なんか負けず嫌いなのね。なんかそれをすごい自分が絶対負けたくないって思ったことを常にこうやり抜いてるイメージがあります。ありがとうございます。被害者です、学生時代の。あ、被害者です。学生時代は完全に被害者、ま、的にされてました。あの、人をすごく大事にできるところが本当に好きで、まあ、かすみと関わったらみんなかすみのこと大好きなんで、なんかそれが本当に人としての
素晴らしいところだなと思います。そろそろなんかベビタンがなんかちょっと終わりにしろって言ってるので終わりにしたいと思います。はい、かわいい。それでは3周年ってこと、3年目、4年目、4年目、4年目の私たちもよろしくお願いいたします。4年目だって、やば。でも4年目すぐにさ結婚出産すごくない？めっちゃすごいね。もっと私たちのことをこれから見ていきたいと思ってくださった方はグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。それでは明日もおかけしまい、じゃあねー。これ使い忘れたんだけど、せっかく持ってきたのに、せっかく持ってきたの。でもこれ使う場面なかったぞ。